はい、えー、皆さんこんにちは歴戦、えー、人口の雲野です今日はですねあの祝日この天気のいい中ですねまあコロナの中にあってわざわざ、えー、生ではこの新宿エルタワー本校までいらしていただきましてどうもありがとうございます今日はあの後ろに書いてあります通り、えー、一発合格者の方たちに聞きました 本当ぶっちゃけてますがぶっちゃけ仕事しながら司法書士の勉強ってできますかというタイトルのもとで,ですね、えー、3人の合格者のもう先生方とお呼びした方がいいかなにですねいらしていただきましたあの3人の、えー、司法書士の合格者の方に、まあ、3人ともあのいろいろお,お立場は違うんですけどお仕事されながらですね司法書士の勉強をしていた経験が一部ございますのでちょっとその仕事とのね兼ね合いを伺っていきたいということでこのような企画を 機会を設けさせていただいた次第ですそれではですね私があたらだと話すよりもね、ぜひあの三方の先生たちに聞いていただきたいと思うのでまずあの自己紹介を簡単にしていただければと思います皆様から見て右側になりますよね渡辺先生ですあのじゃあよろしくお願いいたしますはいあ皆さんこんにちは えっと、お休みの日にお越しいただきまして誠にありがとうございます。渡辺と申します。えっとえー、っと2020年に合格をいたしましてで、えっと、司法書士をちょっと目指したきっかけということなんですけども、あの自己啓発というところからあの始まっております。えっと、最初、宅検を とってですね、次行政書士で最後司法書士試験に合格したという経緯がございます。で今現在ですね、あの司法書士法人三つ葉グループで勤務をしております。メインとした不動産と決済関係を担当しております。えっ、ー、と皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます、えー。それではですね、あの真ん中のじゃあ八代さんお願いいたします。はい。み <laughs> さん、こんにちは。え八代と申します。 えー、私はあの大学が法学部なんですけれどもあの新卒でシステムエンジニアとして1回就職いたしましてで働いてたんですけれどもあのやはりもともと法律が好きで法律に関わる仕事をやっぱりしたいなっていう思いが諦めきれずにあの法律系の 仕事を探していたところこの司法書士というあの仕事を見つけた次第です。であのその後システムエンジニアを辞めて都内の司法書士、えー、事務所に転職して、まあ補助者として働く中で、あのこの司法書士という仕事は面白いなというふうに感じて司法書士を目指しました。えっ、ー、と現在は相続業務を中心に取り扱う司法書士事務所で働いておりまして、まあたくさんの秀績な 司法書士の方々とか、あと実務に精通してまあ、プロ意識持ったスタッフの方々に囲まれて、まあ、大変なんですけれども、あの充実した日々を送っています。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、えー、それではじゃああの小泉さん、えー、続いてお願いいたします。 小泉裕樹と申します私は前職は貨物船の航海士として勤務しておりまして非常に不規則な生活をちょっと送っていたんですけども、まあ、自分のこれから先の将来のことであったりだとかどういった仕事をこれからしていきたいかなということを考えて司法書士を目指すことになりました昨年の試験に無事合格することができまして今は2月から司法書士事務所で勤務して経験積んでおります ますよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。三、えー、人ともあのお私のクラスの初級講座で一回目の受験で合格をされて、えー、渡辺さんが、えー、あのコロナで延期された202020 2020年。 20年,20年の合格で八代さんと小泉さんが2021年去年ですねの合格ということでともに一発合格だということで、まあ、多分多くの方にとってはです、ね、もう憧れで、えー、もう目から光線が出ちゃうぐらいですねあのもう本当に憧れの存在でもう本当目指して目指してやむ、ね、もう喉から手が出るほどっていうような状態で今羨望のもの眼差しを今受けてらっしゃると思うんですがあの今回はお三方ともお仕事を、まあ、あのしていた状況からのスタートだった とということでちょっとですね、その、えー、受講中、まあ、受講前とその受講中の勤務状況等について簡単にご説明いただきたいなと思いまして、渡辺さん、はい、まずお願いします。はい、はいえっと、15ヶ月合格コース受講中の時は会社員をしておりました、えっと、残業ももちろんしておりまして、大、え、体、っと、いい家に帰るのが19時とか20時ぐらい。 ですでそこから夕飯食べたりとかお風呂入ったりとかしてですねあの勉強をするような状況でございましたで直前期においてはですねあの会社の方にちょっと頼み込んで定時で上がらせてくださいということで、まあ、早めにちょっと帰って勉強をする時間を確保しているような状況でございましたあの渡辺さんは直前期に定時ということは、はい、仕事自体は直前までやってたやってました。完全にじゃフ,ルフルタイム はい、え週にえ何,日間え何日間、週休2日ですか、週休2日ですその時のあのあれを持ってきていただいたんですよね。あこ、はい、ここれれってお,お見せすすることは<ー><君>はい、いい<で>大丈夫ででその時のの時、えー、日別これこれが外部入力ができないのかなか <laughs> ちょっと映らないかなプレゼンターが今うつ映つらないちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいね今今あのそれじゃあのプレゼンターがちょっと調子悪いみたいなんで、えー、その時のなんかグラフ後で映るようになったらちょっとお見せしますけれども、えー、失礼しましたあの、えー、そうすると1日にこのグラフにはあの毎日学習時間が多くてどれぐらい どれぐらいの時間を勉強していらっしゃったんですかね。<laughs> はい、えっ、ー、と、大体がですね、あの仕事やっておりますので。えっ、ー、と、講義を聞いてる時間というのが、えっ、ー、と、一時間未満というのが一番多いです。で、えっ、ー、と、まあ、後ほどちょっとグラフが、あのると、移りまあ、今、今、移りました。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、グラフが、こ、これが、今縦に。 これが横軸、2020年9月が本試,験の本試験の時期ですよね。そうするとこうずっとさかのぼっていくとこれが2019年の2月という感じですね、はい。2019年の2月というと2020年の7月7月関西にすると2020年の7月ですからちょうどあれですよね今の時期という感じですかね。 えっと、来年受験される方にとっての今の時期と同じっていうかね。はい。それがあの二月、二月の時期、この一番下の0。零時、零時半1時、一時。この時間は学習時間。そうですね、講義を聞いてる時間になっております。この、おと、五時間っていうのが、これあれですか、勉強時間、五時間。そうですね、えっ、ー、と、日に、一日あたりどれぐらい聞いてるかっていうのを。<あ>あ<ー>講義を受けてる時間。はい。

2019年の2月1日から本試験の2020年の9月27日、これはコロナウイルスの影響、また延期をしているんですけれども、のこのグラフですね、約1年8か月分の記録が残っておりますが、3時間を超えてあの講義を聞いている時間というのは4日ぐらいしかありませんというところですね、あとですね、ほぼ毎日講義を聞いているような状況でした。 講義を聞いいてて勉強をされてらっしゃるこれ以外の時間は勉強してる、はいもちろんこれ以外のお勉強もしておりますあのセルフレクチャーとかですねあの直択を使ってアウトブートとかもしておりますの、ね、で大変恐縮なんですけどこのグラフの中にはちょっとその時間は表れておりますの、ね、でこの点は留意をしていただきたいんですけどもこのまでも講義を聞いてる時間を表しているグラフになっております。 講義を聞く形で、同じ講義何回も聞いてらっしゃいましたか。えっと、複数回聞くとほとんどなくてですね。まあ、一通りバーって二倍速で聞いて、理解できないところだけ、若干ちょっと戻って。あ、そうなんだっていう理解したら、もうそのまま終了するような形でした。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、では、あの、八代さんの、あの、勉強中の時間を教えていただければと思います。お願いします。はい、えー、私は。 えっとクラス受講中は週に3日から4日間えっ、ー、と司法書事事務所に勤務してまして、試験直前3ヶ月は完全にお休みして専業で勉強しました。はい、あの吉野上さんあれあの何月ぐらいに辞められました？あ、そうですね。えっ、ー、と直前3ヶ月本当にぴったりなので。 えー、4月からですね、4月1日かからですかねそれまではあの、はい、残業とか結構あ,ある中でやってらっしゃいましたあそうですね、結構あるっていうことではないんですけど、まあ,あの、週に1日か2日ぐらいですかね、1> 1か残業があるような。はい、もうでも、そうすると平日の勉強時間は長くてもいいぐらいそ。そうですね、平日は本当に2時間とか。 やれて三時間ですけど、ほとんど二時間ぐらいしか取れなかった気がします。あはい、ありがとうございます。はい、はい。あの、それじゃ、あの、小泉さんもお願いいたします。はい。小泉さん、もうこの時期船には乗ってなかったんですよね。勉強、勉強してた頃は。はい、うん、そうですね。えっと。まあ、司法書士を目指すことを決めて、はい、こう、まあ、予備校に通うことを決めた時点で。ちょっと船の仕事、その貨物船の航海士をやっていては、あの、長期的に船に乗って。 またなんか1か月ほどまとめて休みで帰ってくるみたいな仕事だったのであの物理的にちょっと不可能ということでその貨物船の仕事の方はやめてあの東京にあのそ,その時はまだ東京に住んでなかったんですけどもあの今、この新宿のエルのタワーに生で通える場所にあの引っ越してまいりましたでその後はあとは、まあ、フルタイムであの司法書士、まあ そうですねまあ、土日が休みの会社ということでちょっとまた別の仕事も1回挟んでるんですけどその講座を受講し始めてからはあの、まあ、司法書士の勉強をしているって職場でこうなんか時間とか融通を聞かせていただけるところの方がいいかなと考えてあのフルタイムであの司法書士の補助者をしておりましたで、えー、そうですね え年末の時にまに残り半年間このフルタイムのままその勤務を続けてあの試験どうかなって考えた時にちょっと厳しいかなっていう考えの方があ,のあったのであの一旦そのフルタイムの補助者の方は退職させていただいて半年間は家の近所であのアルバイトをして何とかあの本試験までしのいだような形です半年のアルバイトの期間中はあの毎日アルバイトしてましたえっと週4日 週4日ぐらいですかね結構不規則な時間でやってらっしゃったんですかそうです、いや、不規則ではなくて、あの午前中だけっていうような形で、あの週4日、そうですね、まあ、長くてもまあ午後までなることはなかったですね。<ー>はい、じゃあもう完全にの専業というわけではなかった、ね、そうですね、はい、まあそういった意味での完全な専業の期間というのは、私はないですね。 はいいありがとうございます、まあ、3人ともあの多少、ちょっと状況は違うとはいえお仕事しながらということだったので、まあ、専業受験生も多い中ですね3人はあの勉強と仕事を両立していた形になると思うんですがこの仕事と両立をするために、まあ、あの具体的にやったことですとか、えー、工夫したまたはあの失敗したことでもいいんですけれどもお話しいただければと思います。じゃあ渡辺さんお願いいしますはい はいえー、と両立するために工夫していたっていうところで言うとやっぱり仕事に時間を取られてしまうところがあるのでなんとかその勉強の時間を確保しなければならないというところでやっていたのがまずテレビ見ないゲームしない SNS やらないもう極力無駄なところは省いてその時間を勉強に費やすっていうのはやっておりました。でまた直前期ににおいてはです、ね、あの本当にあの 仕事勉強って両方とも両立しなきゃいけないというところだったんで何やってるのか分かんなくなってきてしまうというのが正直ありましたなので一日自分がやったことをそのカレンダーに全部記録していって後からちょっと見返して確認ができるようにはしておりました。 あいやこ,のこれですね、これですね、これ今映ってるこれで間違いないですか、はいそでございうと今あの、渡辺さんが直前期の、はい、ちょっとあの渡辺さんの時は9月の27日でしたっけ、7日 27, 27が本試験だったので、はい、8月の今、その時の予定表を持ってきていただいたんですが、これはなそうそう直前1か月半、2か月前ですね。に、あのー、そのアウトプット、インプット。 しているものについてはもう一日細かく記録を取ってですね。伊藤塾ファイナルも <laughs> そうですね。<laughs> ちょっとちょっとあれなんですけど、いいいいそうですね。いろいろ書いてありますね。はい。はい、というところであの逐一ですね自分が何やってるのかを全部記録を取ってですね。はい。で次見たときにあこれやってないやというように確認ができるようにはしておりました。はい、なのであの。 あの直託とかですねまああのそこに囲まとかって書いてあるんですけど AB というねあのあ<ー>使ってアウトプットしております渡辺さんも直託を取ってらっしゃった直託、はい、<ー>使っております皆さん3人とも直託だこれでもあの正直な素朴な疑問なんですこれ、はい、仕事しながらやってるんですよね仕事しながらやっております,す、ね、はい あのこの過去問 a 過去問 b はあの例の直託の a b a b プランですよ、ね。a b a b プラン。これ仕事しながら a、BA、b a、BA、b や。やってたんですか。かやってました。ええ <laughs>、結構、のボリュームを多いんですよね。もう、そうですね。ストイックにやってし。ストイックに、ああ <laughs>、はい、す、すごいな。はい、あ、二か月前には、はい。はい じゃあもうその時の、そのまあ A. B. A. B. って言っても、多分あのわ分からない方がいらっしゃると。でも A. と B. で一日三十問とかも、うこの時期なと三十問四十問の時期じゃないですか。そうですね。すやってます、ね。八月ですもんね、直前で。ああ、えーはい、すごいな、働く。この時期は、ちなみにフルタイムで定時で帰ってたとしても、九時六時。6時えっと、フルタイムで、まあ定時だったので、帰る時間については、大体六時ぐらいには家帰って。 でただ、ですねあ、朝5時起きで5時半から7時までの間1時間半、記述問題商業と共同動産登記解いてで仕事終わって家帰ってからその直託をやるっていうのをずっとやってました。 素晴らしい。ではい、週休二日。週休二日です。で,でも二日はどっちか、トーレンとか、あの模試が入ってきます、ね。よねそうですね。そ,ねそこに費やす感じですね。うわ、すごいストイック、ストイックですね。はい、<laughs> それ、周りのあの仕事しながら。いや、はい、いや、あの仕事の同僚の方とかは知ってらっしゃったんですか。あのー、もちろん知ってました。なんでそんな勉強してんのっていうふうに、すごい聞かれましたけど。<laughs> いやいや、司法書士になりたいんでっていうあ。カミングアウトしてらっしゃった。あ、しました。はい。 ああそれはでもそれにしても、はい、まああの高か低かもこのできないコロナの影響があってまあね飲みにとかそういうことはできない状況だったとはいえでももうじゃ修行僧のような生活をしてたっていう,うな感じですよね、はいはい。ありがとうございます。はいはいありがとうございます。でえ九月の二十七日まあその次がもう九月の予定であって九月のちょうどそうですねそうですね二十七日延期されてあ本当ぴったりなくなってるぴったりなくなってますね。そうですね二十七のあ後までっていう。 そうするとこの直前期も働きながら,ながら有給とかは最後使わなかったんですか。有給まああのえっ、ー、と9月1日から3日は夏季休暇で休んでるんですけどそれ以外は特にあ <laughs> 本当だ夏季休暇って書いてあるんですね <laughs>、はい。はい。 じゃあもうあのほとんどそれでお仕事されてでその後そのお仕事された勤務先はあの合格発表前にやめられたの合格,合格発表後、お報告いただいたときまだあの席置いていらっしゃいました、ねはい、じゃあ周りにも驚,驚かれたというか、ねはい、その頑張ってたのを知ってたんで、はい、皆さん喜んで <laughs> くださって はいありがとうございますはい、はい、じゃあの渡辺さんの今ちょっとまあスケジュールを今拝見してはすごいなと思う素晴らしいすごいなと思いながらはいじゃあ,あの、えー、ありがとうございますじゃ矢代さんも、えー、お願いしましたあの勉強中の困っ困ったこと大変だったこと良かったことはいちょっとあの渡辺さんのスケジュールを聞いてちょっと驚愕しているんですけど <laughs> 私はとてもできそうにないなっていうす素晴らしいですね本当になんか私はその あの、まあ、週3、4日働いてたということで、あの、ただ、運野先生が作ってくださったそのスケジュールから、とりあえずこうずれないようにしようっていう目標というか自分の中でそういうふうに立てたんですけど、それにはやっぱり、あの、時間が、 足りないんですよね。で、どうしようかなっていうふうに思ったときに、あの、幸いってあの、通勤時間とか、あとあの、司法省事務所で働いてたんで、結構あの、外回りというか移動時間があったんですね。なので、そういうときを使って、講義の復習、あの、セルフレクチャーとか電車でこう、開けたりできるんで、そういうのやったりとか、で、あとは、本当に時間がないときは、あの、ちょっと早く行って、あの、会社にですね、会社の最寄りの、 駅の近くのカフェとかで、あの、復習したりとか、そういうふうにしてました。で、あの、暗記は本当にほとんど移動中に私はやっていて、暗記ノートっていうのを作ったりして、あの、そういう時間でやってました。あの、机に向かっているときはどうしてもあの、過去問とか、そういうのをやった方がいいかなっていうふうに思ったんで、暗記は基本移動中にやったりして、そういう工夫をしてました。はい。 あれですかあの勤務時間えっ、ー、と外回りとかもありました矢島さん。はいあったので電車に乗ってる時間が結構あったんですよね。あのわざと確定に乗ったりしました。<あ> <laughs> そうですねあの,ー、<laughs> あのちょっとそうですね<番>でも、うん、あの終点まで行ってから <laughs>。<laughs> あ、そうですね。でもあのちょっとゆっくりしたりはしてましたね。うん、<laughs> あの若干あの遅めにあの帰りますって言ったりとかして、今終わりましたとかってちょっと遅めに行ったりして。はい。外回りがねあるとそれはできますよね。そうですね。まあでも限度はあると思うんですけど。はい。はい、あ,ありがとうございます。はいで。あとねあの吉野さんのその暗記ノートちょっと拝見をして皆さんにちょっと見せて差し上げてあのあのいただけるってことなんで後で、はいうん、見せていただければと思います。 はい、りま小泉さん、私との,その、まあ、仕事との両立という部分なんですけどやっぱり働きながらで一番厳しいのは、まあ、物理的にその時間がどうしてもその日中、仕事の方に取られてしまうというか仕事しなきゃならないということで。あの ただまあ予備校の海の野先生の講義を受けながらなのでそのまあ日曜日はその3時間2コマで水曜日の夜に。 仕事の後に一コマ生講義で受けに来るという中でその残りの時間でまあ復習だったりだとかそういったところを進めていくということでやっぱりこう朝まあ少し早く起きたりだとか、まあ、先ほどのまあ渡辺さんほど過激なスケジュールではないんですけど、まあ、朝少し早く起きたりとか、まあ、仕事もまあ終わった後、まあできるだけその早く帰って、まあ、やらなきゃいけないことを済ませて、まあ、できるだけ早くその勉強に。 つけに座るといったようなことをまあ心がけていたという部分とあとはやっぱりどうしてもこうまあ司法書士事務所でまあ私もそのまあ勉強しているというふうな形でこう言いながら働いていたのでまあ原則そのまあ定時まあ5時だったり6時だったりで帰らせては頂い,いてはいたんですけどまあどうしてもこうまあ残業があのまあ年度末とかになって残業があったりとかそういった日があったときにやっぱり思ったほど勉強時間が取れない日っていうのが結構出てきてそれで でまあ、そこで何ていうかもうやっぱり時間が取れないと気持ちも落ち込んでしまうんですけどやっぱそこでこう投げやりにならないというかそのまあ30分だけでももう今日少しでもやってから寝るぞっていうようなことだったりだとかそのまあ他の人と。 まあ周りの人はもっとやってるかなっていうふうな形でこう自分の中で勝手に他の人との勉強時間を比較してしまうとまたこう自分が嫌になってしまうようなそういったこともあったんですけどできるだけそれはせずにあくまでこう、まあ、自分自身と向き合うというような形でまあ取り組んでいました、はいはい、あのお二人はの司法試験事務所の,あの勉強中に経験があ,るあったんですけど。 どうですかねあの勉強受験勉強にプラスだったと思いますかあの司法書士事務所の補助者として勤務したことが例えば不動産登記法だとか商業登記法においてプラスだったのかそれとも、まあ、あのプラスではあったけれどもなくてもよかったのかなんかそこら辺のところ時々勉強中に転職した方がいいでしょうかという質問を受けることがあるのでそれとの関係でなんか個人的に思うところあったら教えていただきたいんですが。そ、はい、そうですね、まあその点に関しては、まあ、その印鑑証明書だだったりだとか登記 別情報だだっったたり、まあ、そののたり、昔の登記実物を見れるというような意味でこう不動産登記法の学習の中でこうイメージが湧きやすくなるようなそういったメリットは学習中感じていたんですけど、まあ、その他になってくるとすごくこうその事務所ごとのこう仕事の仕方というかそういったふうになってくるのであまりこう。 勤務することで試験の点数が上がるというようなそんな効果自体はあまり感じなかったですね、私は。だそれよりもその、まあ、勉強してるという職場に正直に伝えやすいのでやっぱりあまりこう過度な遅い残業にはならなかったりだとかその、まあ、私の場合はその水曜日の,その夜生講義に通ってるっていうこともその職場の,あの方々が知ってたのでその日はちゃんと帰らせてもらえたりだとかそういった意味でまあ司法書士事務所にいるメリットは感じていました。 八代さんはありがとうございますどうでした、はい、そうですね、えー、と私もあのなてその受験勉強中に転職してまで必須かと言われたら必須ではないと思うんですよねやっぱり勉強が一番だと思いますんでなんですけど、まあ、そのやっぱり不動産登記中心の事務所だったんですけどあの登記簿登本とか登記の仕組みとか考え方とかをあの勉強の時にこう 突然東方がパンって出てきても、あの、何ですかね、拒否感なく見られるというか、わっっていう、ちょっとこう、抵抗なく見られるというか、あの、そういった面ではスムーズにこう、学習に入れて、あの、良かったのかなとは思います。あとは、まあ、実務で何気なくやってた業務の、まあ、法的根拠がこうだったって後からわかるんで、まあ、知識の定着みたいなのには、あの、イメージとしてつながりやすいとは思いますね。え、あと私が思ったのは、その、 司法者事務所で働いてると、やっぱり補助者ができることと資格者じゃないとできないことっていうのが結構わかるんですね。で、それで、やっぱ資格取るとこう,いこういうこともできるんだっていう、あの、モチベーションアップには、あの、つながったかなというふうに思います。 はいいありがとうございます、えー、司法書士事務所そうです、ね、あの事務所ごとにやり方がねあの先ほど小泉さんが言ってくださったみたいにやり方がある、ね、事務所それを覚えることが結構大変だったりすることも、ね、やはりあると思いますし、まあ、事務所によっては変なやり方をなんかあのしているところも、まあ、変わったやり方といいますかねで変な癖をつけちゃうっていうことによってその癖がなかなか勉強の中に抜けなくて、えー、苦労してるっていう 他他。 時々確かにいらっしゃるんですけど、まあ、お二方はその点あのメリットの方をうまく享受してね、えー、使い分けていらっしゃったのかなとだから本当にもし司法書事務所を勤務するのであればそういったところそのいいところだけ吸収して悪いところは、うん、あえて身につけない例えば一番あの今まで私が知ってる受験生の中で悪いところを身につけちゃった人っていうのはその現場だとそのすぐに反応できるスタッフがやっぱ優秀なスタッフなんですよね。いちいいちち例えばこのの申請においてどの店舗 書類つけるかとかといちいちこうフリーズして固まっていやこれとこれとねこういう理屈だからこの添付書類つけるとかっていうようなこと逆にあの考えずにパッパパッパあの動いてくれるスタッフの方がそれは優秀なスタッフなんですけどでもそれって結局考えなくなってしまってるもうあの通貨でねこういう時はこうこういう時はこう A の時は BB の,の時は C なんていうふうに動いてくれるっていうのはそれは使う方あの我々雇ってる方からするとすごい優秀なスタッフなんですけどただそのいちいち考えることを放棄しちゃってますからえもし試験でもって自分が やったたことががあるる、ね、申請が出てききら同じように反応できるんでんすけど自分が実務でやったことない申請が出てきちゃった時に途端にもう考えることをやめてしまってますから、えー、できなくなってしまう、ね、あの原理原則からたどってどういう添付書類をつけていくのかどういう申請をしていくのかって考えられなくなっちゃうそういったようなところであの長くかか逆にかかってしまった、えー、実務経験があるがゆえに長くか,かってしまったっていう教え子は確かにいるんですね。ですから本当ににいいいいととこころろだだけけお二人のようしていく ようなあのでさらにあと八代さんが言った通りそのあえて転職をするというのは私もあまり進めませんあのとにかく、まあ後で、えー、本音トークでポロッと出てくるかもしれませんが、ね、あのこの業界ブラック事務所も多いですからそういった意味で、ね、あのブラック事務所にあの入ってしまって、ね、受かる前からこの業界が嫌になってしまうなんて本末転倒、ね、せっかく目指そうと思ってくださってるんでもったいないから何者でもないですから、まあね、そういう事務所、えー、入ってみないと。 ないとわからなかったりしますので。えー、まあ。 あえ,てあえて今やってる仕事を辞めてまでしよう処業界っていうのはあんまり進めないかなというふうには思ってます。はい、じゃあ,あのそれでは私の話しててもしょうがないので、えー、次にですねあのお三方とも先ほどあのからあの直前期にはあの辞めましたとか直前期にはあのこういうふうにやってましたっていうふうにそれまでの勉強の期間と直前期を分けてお話を今してくれていたと思うんですが一般的にあの、まあ、渡辺さんの時はあの直前期が、えー、とそうなると。 8 7, 8, 9にななっってしまったような感じですよね八、うんえー、島さんと小泉さんは456一般的に4月5月6月本試験の3か月前を直前期というふうに呼んでるんですがこの直前期はそうでない時期よりもやっぱり全然勉強の仕方が違うと思うんですね。でその時の苦労だとか工夫だとか,なんかあの気をつけたことと教えて頂ければと思いますので、はい、お願いします。 はい、えー、と直前期なんですけどもやっぱりもう何でしょう網羅的にアウトプットしていくのが中止になってくるんでもう本当に時間がない中でそんなにできるのかっていうふうに苦しくなってくるんですよねで漫然、あのー、と勉強をずっとやってると、えー、これ自分今何やってんだろうっていうふうに、あのー、気持ちがちょっとネガティブになりがちなんですけど あのそういう時にですに、ね、私がやってたのは、実感をちゃんと区切って勉強するというのはやってました、例えば、あの民法の科目を勉強しようといった時に、じゃあこれ1時間やったら10分休憩しよう。 で10分休憩したら、今度あの、違う科目の勉強を30分やって、5分休憩しようとかっていうふうにやってました、あのきちんとメリハリをつけて、あの休憩するときは休憩する、勉強するときは勉強するというふうに分けたほうが、後々振り返ったときに、あ自分、こんだけ勉強してたんだなという,うのうちゃんとです、ね、明確に把握できるようになります、これをやってないと、あ今日一日に自分、何やってたんだろうなという,ふう状態になると思うので、その点は私は気をつけてやっておりました。 であのこれ持ってきていただいているなあのこ,のこの図、なんしたっけこれはあいうえおのお話はあこれはですねますかあ、ごめんなさい、せっかくっあ。ごめんなさい、えー、っと直託のやつなんですけど、ね、ごめんなさい。はい、こ,れこれは あの八代さん前あの小泉さんの直託のあの図表は全国的にもう知れ渡っている <laughs> 小泉さんが持ってきてくださったのは,あのは見せて小代,代さんも今日持ってきていただいたんでしたっけ、はい、あの小泉さんと八代さんは、ね、あの渡辺世代の次の世代なんで、はい、もうシートができてるんですあそうなんですね小泉さんの時にはできてなかったのでち,ちょっとそれ見せていただいてもいいんですかあのこれは小泉さんも同じような。 そうあラストの日そうあの渡辺世代にはなかったんですけど今はこう「IUAO」あの I o でこ,うあのこれ毎日やるものをあらかじめこう印刷してあってこれは吉野さんが作ってくださったものなんですけど1問目からこう印刷してあって民法はこれ直前1週間だった民法で33問で不動産登記法は24問といって,言ってもういあらかじめこう書いてあるんですよ1問目から「IUAO」I o でこのシートが6月30日が次、会社法が。 同じ日会社法が15問刑法が10問民出が4問で民訴が13問民事保全が3問消灯法が14問でもう一枚あるねきっとねもう一枚。 もう一枚、あ、まだの供託法が六問、え、しょ、司法書士法四問、えっ、ー、と。憲法があの八問なんていうふうに、もうこれはあらかじめ、もう最終一週間用って言って、一週間で全科目やるバージョンなんですが。で、渡辺さんの時はこれがなかったんですね。なかったっすね、自分では作られたのが、はい、あの、こ、これっていうことですね。すすはい、はい、ありがとうございます。はい、で、これはど、どうなってるんですか。えっと、これは、あの。 なんでしょうねあの一問目あのそうですね。ほぼ同じじゃないですか、ねあ。そうう私が作る前年度ですから、ね、これ渡辺さんの頭の中で <laughs>、はい、私の頭の中同じだったということですね。これは一問目から十一問目で I U E O のことですよね。そうですね。同じです、ねはいああ。同じです。同じで,同じでこれをそうするとこの十一でこうくぐってあるのは？くぐってるのは科目が変わったんす、ね、科目が変わった。不当不不法に変わってるんですかね。

あはい、あごめんなさい、中出しちゃって、ありがとうございます、でいますこれを、はい、もうこの図表通りに、じゃあ、まあ、毎日これをつけてらっしゃったような感じですかそうですね、毎日やってましたこれ、あれですね、4週間で次は3週間、短くしていくプランだったんですけど、さすがにフルタイム勤務しながら、最後、2週間とかできましたかいやー、これ、あの最後、あのさっきのカレンダーに、1日あたり A、B って2つやっちゃってるんですよ、これ。 AB? AB, AB を最後はもう80問とかですか、1日やあ。なんかもう、頭が <laughs> やったことある2人、無言になる <laughs> 前の2人はあの、まあ、確かにこれ、A、そうか、AB か、で不当症とはこれ、記述っていう、9月のこれ、そ司法試験2週間前とかですね、はい、A、B、過去問 A、A で、はい、じゃあ、最後な、A、B で何週間で最後回しました 最後は一週間プランやりました。さっき宮城さんのが一週間プランだとい,い何でしたっけ？百二十何問かなんかになっちゃうんでしたっけ。ですよね。最後ね全部十一で割ると。ええね、じゃあもうそんな感じで。そんな感じですね。じゃ二人三人ともやってることは同じやり方を直前期にはやってたってことです、ね。渡辺さんそれをフルタイムでやってたっていう。ああありがとうございます。はい、でだいたい政党率どれぐらいにこうなってました？いやもうほぼほぼ。ほぼほぼ 何回じゃ最終的に何回回したような感じ？七回八回ぐらいは。七回いつから七回八回ですか？えっとこれは何だろう。あただまあ延期期間があるから延期間があるんで。んでそうなんです、そうなんですよ。もともとスタートはななんいつぐらい？通常の直前期四月。そうですね直前期からずっとやってたって感じですよねで。じゃあ二人よりか長いんですね。二、はい、人はうんほ純粋に三ヶ月なので三ヶ月で、うん、八代さん何回ぐらい回し？うん す,すみません、ごめんなさい。な、何？私はあの五回です。あの先生の,の,あのスタンダード、スタンダード、スタンダードプランで五回。くる、はい、さん何回回しましたか、覚えてますか？私も五回だと思います。<回>はい、あの、あ,あのアキ勢プラン推奨のスタンダードの五回っていう、ね。そうですね、あのプラン通りのやつです。はい、あ、わかりました。あじゃあ、まあやり方としてはあの同じ問題をどんどん繰り返してやってらっしゃったっていうのが同じっていう、はい。 で、その他に、あの、いわゆる純粋暗記とかの時間とかは、やってらっしゃいましたがそうですね、あの、マストロン点。あ、マストロン点マストロン点。点の、あの、運動先生が、あの、出してたやつですね。それを使って、<laughs> ちょっと、あの、自分は抜けてるなっていうところは、 そのテキストを使ってあのこれ暗記しなきゃなっていうふうにああマスト論点ね,論点でねあ、はい、あで <laughs> そうですねあれはやってました、はい、<laughs> じゃあ,あの補足の教材,教材を使って使ってました、はい、でえ記述も1日2問 2> 記述1日2問で新作の問題はあのどれぐらいやってました結構 こうやってましたあの赤松先生とかも、うん、のとうもう。の「たるはな」と「公開模試」とこれだと他、ね「他社のものとかいろいろレックさんのものとかもやってましたね。うん、であのレック対「他社は1対1ぐらいにするような感じでやってらっしゃいましたね。で新作をじゃあもう直前期は新作問題をやってらっしゃいました。はい やっぱりあのそうすると、はい、レ,ックレックの問題ばっかりというわけではなくても問題にある程度体勢もついてっていうような形です、ね、そうですねはい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ,あの八代さんも同じように伺って八代さんがさっきか借りたのがあるんで八代さんは完全にこのシートを持ってきていただいてえ、はい その時のあこ,これ,あれですよ、ねあの、小泉さんと同じあれですよ、ね、な何週プラン何週プラン3週間で回すプランとこれこうすると一番さい最後のあれが3月28日は始めましょうの日から始めたんですね最初は6週間で始めてっていう感じですよね <laughs>、はい、6週間で A の日、B の日、はい、であ3月6週間プランで始めて,、はい、ってっていう感じですよね。そうですね会社法 で、この直前期はこれだけでした、他には何か。あ、そうですね、えーっとそれ、基本的にはもうそれ中心で、本当に先生がおっしゃった、後は記述をやっぱり不当等症と一問ずつやってっていう形で、もう本当に私はそれで一日が終わってしまったので、えこの時はあは<の>専業でやってらっしゃったあ、そうですね、専業でやってました。はい。 で、あのその時にやしさんあれですよね。あの直前期にはあれでしたっけ、会社法がちょっとハマったんでしたっけ。そうなんですよね。あの私はちょっと共感していただける方いると思うんですけど、会社法商法が本当に嫌であ言ってました、ね、苦手。会社法確か本当に嫌かもしれませんって言ってました、ね。そうなんでしょう。<laughs> <で>あのうんの先生に会社法に入った瞬間に嫌ですって <laughs>。不登校は結構好きだったんですけど、はいって言いまして、それで本当にちょっと苦手意識があったので。 で先生があの暗記を暗記がある程度進めば解けるよっていう,ふうにおっしゃってくださってそれからこの暗記ノートっていうのを作ってえっとそれはあのこれは私、自習室でやってたんですねこの直託の問題をで生き返りでえっと暗記ノートをひたすら見るっていうのをやってました暗記ノート今今日、持ってあ、はいあいんですがそれも見せていただいて多分、同じことを悩んでる人はいっぱい渡辺さんは解消法大丈夫でした あ<ー>、会社法ね、やっぱあ、あ、ありがとうございます。じゃあ、あの、いいですか、開いて、うん。なんか、暗記、暗記ができるようになると、その、伸びてくるよっていう,ようなことは言ってたんですけど、これは、あ、多分こう、こ、こ、こういうのですね、ブレックスルーのテキスト。あ、そうですね。あの、自分で表を作るというよりは、それだともう、すごい時間かかっちゃいますし。 なので先生がこれ暗記してねっておっしゃってたじゃないですか。れね、見れば多分。うん。あそうですね。あと先生のノートとか、そういうので、もう自分が苦手なとこを全部あのコピーして貼り付けて、ひたすら覚えるっていうのをやってました。やっぱ自分で作るともうすごい時間かかっちゃうんで、それはちょっとやりたくなかったんで、はい。これはあの、いつぐらいまでに暗記しましたこれは、いつぐらいでもあの結構暗記しては忘れ、暗記しては忘れの繰り返しで、で、問題解いて、 思い出すって感じなんで、そうですね。全部頭に入ったの本当に直前だと思いますね。で、たぶん暗記が、はい、暗記しては忘れ暗記しては忘れでもその直前期にこう取り組み出してからはなんかちょっと変わってきたんですよね。点<あ>数がそうですそうです。少し変わってきたなんか聞いたような。そうなんですよ。やっぱり会社法とショート法の伸びがちょっといまいちでずっと悩んでたんですけど、これをこれを暗記が進んできてから。<laughs> 急に解ける時が来てですねで最終的に私あのショート法の記述の方が不等法の記述よりも取れてて<ー>すごいいい点数 <laughs> そうなんですよなのであのやっぱ暗記が進むと割と楽になってくるかなっていうのはありますあのね暗記でも不動産東京の総論部分の暗記も表でやるじゃないですかや,やったやりました 不当法の総論、例えば、オンライン申請だとか。<あ>あ<の>はいはいはい。不当法の総論の表と、会社法の表って、やっぱり違くないですか。そうです、ね。同じ表でも、会社法って、なんか全部覚えた方が、力になるっていうのをね。いやそうですね。やっぱり膨大で、でもやっぱり全部、その。もう表の、その。 表題とこのこっちの右の左の軸とかも覚えてないと右,右上にあったなとか左上にあったなとか <laughs> そうらもう大体場所でもうここのここにあってあの株式のあれとかもそうなんですけど発行とかもそうするとあの右にあったな左にあったなでこう視覚的に覚えてたぶん同じ図表を使ってても不動産東京の総論の図表は違いますよねそう,そういう感じではない、ね、そうですね私はこっちの方が結構苦でしたね。 あ会社保障法はやっぱり、ね、図表ってなかなかねあの図表を覚えてから伸びるよって言っても覚える前の受験生にとってはそれをね苦痛を意味するんで苦行を意味するんでなかなかのそうは言われてもとかっ、ね、て、ね、いうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけどまあ現実にここまでねそういうふうにちゃんとできたよっていうのを見せつけられたらもう覚えるしかないかと思いますのでぜひ悩んでらっしゃる方は同じようにねちょっと参考にしていただければと思います。 小泉さん,の,小泉さんの,もうあの直前期の直託の図表はもうなんか全国的に <laughs> 皆さんにお見せしているので基本的には八代さんと同じようにやってくださってたんですけど何か工夫されたこととかあれば、はい、お願いしますすそ,そうですね、まあ、直前期なんですけどやっぱりこうなんか法律の勉強をしているというよりもなんか試験に対して対策をしているっていう面がすごくこう色濃くなってくるのかなって、それこそアウトプット中心になってっていう部分が最もあのそこに出てるかなと思うんですけど なんか、まあ、直託をまあ私も取ってたのでそのまあ指定されてる問題を解いて、まあまあ、問題以降一問間違えたとしてもそれもなんか全く見たことない新しい論点じゃなくて一回見てるはずのものなんですよね。 それだとなんか間違えてて間違えて復習しても悔しいだけでなんか新しい勉強を知識を覚えてるような気がしなくなってくるというかどんどん,こうなんかそうなるとなんか逆に不安になって余計なものにこう手を出してしまいそうに新しい本を買ってみたくなったりとかそういうこともあるかなと思うんですけど全くでもそういうことをするんじゃなくてあくまでこ,うこれをやるって決めてたことを。 なんか機械的に繰り返していくというかもう淡々とやっていくということをまあ直前期はもう私はもう意識しましたね、もしとかもう全然こう点数もなかなかあの最後の方までいい点数も取れなくてあのいや本当に7月の本試験でいけるのかなという不安の方が正直、ずっと大きかったんですけどでもそれでもそのまあ直前の3ヶ月に関してはもうやることを全く変えずにぶれずにあの続ける。 まあ、結果的にその続けたのが正解だったのかなと、今は思ってます。あれ、小泉さんって、なんか記述すごい点数だったんですよね。ない<や>何位でしたっけ。<き><後>記述は、えっとった、十三、十三。はい。十三、さらっと言っちゃうところが、十三、ああ、十三。えー、もう、あの答案も見せていただいたんですけど、まあ、本当に、あの、えー で、記述でも、いつも、それが高く、あの、公開模試とか、の、取ってらっしゃいました。いや、あの、模試は、もう、ずっと、不動産登記法は、もう、枠ずればかりで。なんか、片方に、時間をかけすぎて、消灯法。 なんか片方最後書ききれなくなったりだとか消灯法がうまくいったと思ったらまた不等法の方でミスっててみたいな形で本当にこうピタッと模試ではまったことって多分1回か2回とかそんな感じで今度記述が両方はまってる時は択一の,の方を午後の択一を急ぎすぎて択一が全然ダメでまあ結果的に午後トータルで見たらダメみたいな形であの午後全部うまくいったっていうことは本番まで私は1回もなかったですね。 はい、あ,あもうじゃ最後に花開いたっていう感じですね。すね分かりました。じゃあ三人ともせっかく、はい、なかなか一発合格のねお三方が揃っていただけるのなかなか珍しいので、こんなあの一発合格した秘訣みたいなものをあの、えー、教えていただければとあのまたちょっとマイク回していただいてじゃあ渡辺さんからお願いします。吉生さんごめんなさいねなんかマイク <laughs> 渡していただいてはいお願いします。はい、えー、秘訣はやっぱりあのタケとか行政書士試験の勉強をやっていたというところで、あの倍速でちょっとこう 講義を聞いておりましたこれがやっぱり時間を縮小しつつかつアウトプットにも時間を使うことができたというのが1つ目ですであとさっきの直託ですね直託を使ってその角紋回しっやってたのでそれもやっぱり一発合格の秘訣かなというふうには思っております。 渡辺さんあの、はい、直託前まで先ほど何回ぐらい回したっていうおっしゃいましたが直託前までは何回ぐらい回してたんですか、はい直託前えー そうですね全然直託やり始めてからここもですよねそのやってないですよね直託前の時に3回とかってやってないですよねいやもう本当に初めて見るのが直託みたいな問題もあったっていうそうですねそこから伸びていくっていうことであよかったですね6回ぐらいやってましたとか言われたらどうしようかなと思ったんですけど前一発合格でこういう座談会やった時に鍋島事故って言われてるあの事故が鍋島君って今レックの講師やってる直 直前期前期に過去問どれらいやってました6回やってましたみたいなあの6回言ってないよねみたいなあのそういう事故が起こったことを今ちょっと頭によぎったものであ,あ,ありがとうございますじゃあ直託前にそんなにガンガンやってたわけじゃなくて直前期にやったと、はい、そうですね、はい、一発合格の秘訣はじゃあ過去問まあ、あまり手を広げずにあの講義をしっかり2倍速あんまり進めるかどうかはともかくとしてわかりましたありがとうございます。 じゃあ矢さんお,お願いします、はい、私もちょっとかぶっちゃうかもしれないんですけど本当に手を広げないっていうのが一番いいかなと思ってまして本当に直託と,あとその記述問題以外は本当にあともしかもうそれ以外、なんか新しいの買ったりとか一切せずにあのそれに集中してました。で 思ったのは、あの、模試なんですけど、やっぱりこう、模試やると間違えた問題がやっぱり気になってしまって、全然知らない知識出てきたりとかして焦るんですけど、あの、私はなんかそこに深入りすぎると、やっぱりそこにすごい時間取られちゃうんですよね、模試の復習って。なので、もう間違えた問題の解説を、とりあえずノートに、バッと、あの、間違えた足だけ書いて、でもそれで、一旦もう、それはそれでさようならして、いつもの、 あの、勉強に戻るっていうふうにして、まあ、たまにそのノートを見返して、あの、復習サッとしたりとか、そういうふうにしてました。なので、そういう、あの、時間をもしに取られすぎなかったっていうのも良かったのかなと思うのと、あともう一つは人と比べないっていうのが、私は結構その、周りの人の、 進捗とかを聞いちゃうとあの気になってしまうタイプなのであのあえて聞かずにというかあのもう本当に先生のスケジュールに従ってあの自分のペースでやりましたそれもよ良かったのかなと結果的には思いますはいありがとうございますじゃあの小泉さんお願いしますそうですね私はちょっとあのお二人とは違って少しなんかあの 気持ちの部分みたいなあのところになるんですけど、やっぱりこう。 海野、まあ、先生とかがあの指導してくださる学習法とかそれこそ直前期の過ごし方も含めて本当にあの間違いないと思うんですけどただこう海野先生はそのなんかやり方だったりこうなんか向かうべき方向だったりその行き先を示してくれてるだけでそのあくまで最後まで走りきるのは自分なのでもう本当に絶対今年の試験、まあ、去年昨年であれば確か7月4日かなと思うんですけどその7月4日に。 その日に絶対突破するんだっていうことをもうその気持ちをずっとずらさずに持ち続けることこれがなんか簡単なようで一番難しいような気がしていてやっぱりこう時期が近くなってちょっと届かないかなと思ってあ,あんじゃ今年は一旦ちょっと諦めて来年にしようかなってそう思った瞬間にもう絶対その年無理になってしまうと思うのでもう絶対今年だともうそれを思い続けるで一日その毎日やるべきことを 続けてていいくっていうことがやっぱり目標の日にちゃんと合格に届く一番の秘訣というか方法かなと私は思っております。 はい、なんかあれですよね、7月4日の日を合格って書いてたんですよねそうですね、<laughs> 私はちょっとあのそういう意味で、なんかこんなことを言いながら、自分自身、心が折れそうだったので、あの令和3年7月4日、の合格しましたっていうような形で、ちょっと大きくあの自宅の壁にあの書いたものを貼ってあの、しんどい時にちょっとこうあの、見て、そうだったなと思い返しながら、あのまあ、あの直前期過ごしてました。 ははいいありがとうございますではあの3人にあの今、えー、お二人は実務に出られてさほどまだ時間が経ってないと思うんですけど、まあ、ちょっと渡辺さんは最後にちょっと先輩としてちょっと長めに話していただこうかなと思ってるんですがなんかこれからあの司法書士を目指す方へ、えー、メッセージを頂けるあじゃあ,あの小泉さんからこ,こ,こっちから回ってここ回ってきていただいて、えー、なんかこう、まあ、日は浅くとも少し見て知った部分を踏まえてでもいいですし何かあのこれから ね、見聞きしたことやりたいことも含めてえぜひ司法書士としてやってみたいこと逆にそういったこともお聞きできればと思いますのでお願いしますすそうですね、まあ、司法書士としてというよりはうん、まあ、私はその、まあ、受験その勉強期間中も あのまあ、補助者として司法書士事務所にいたことがあったので先ほどちょっとお話の中でも出たとは思うんですけどやっぱりこう資格を持ってないとできないことっていうのがそのやっぱり現場にいてるとすごくはっきりしているというかいやもう早くその。 やっぱり資格者としてあのできる仕事をあのやりたいなと思っていたのでやっぱり今こう実際にあの自分があの事務所でそういった立場になってあの任せていただけることとかも少しずつ出てきて、まあ、すごくまあ毎日やりがいを感じてその過ごしているというかもう日々充実しているなというふうには感じています。はいまあ、これからはまだそんなにに業務に関してその、まあ 深い経験っていうのはまだしていないので、まあ、自分がこれから何をどういった業務を深めていきたいかっていうのはまだちょっと見えてない部分の方が大きいんですけど何、はいまあ、ですかね、まあ、何でもできる司法書士になりたいなと思ってまます、はい、登録はもうされましたか今も登録の申請はしていて来月の、えっと、7日ぐらいだったかなそのぐらいにあの正式にあの登録になるかなと思ってます。は,い、あれあの会は東京会 会,会は埼玉にりす、ね、かりましたじゃあ,あの月報書士でで小泉先生のの名前を見るのも <laughs> 近い,近いですね、はい。ありがととううございいまますすすさんお願しそうですね私はあの、まあ、ちょっと資格者 資格者というかまだ登録はしていなくて司法書士として働いていないのでまあ今の仕事というよりもその皆さんへのというかあのお気持ちというかあの受験勉強が多分今すごいつらいというか,なんか終わりが見えないいつ合格できるかとかって毎日不安だと思いますで私も本当に本当に最近までそういう。 気持ち、同じ気持ちだったので、すごい気持ちがわかるんですけども、あの、必ず終わりはやってきますし、で、合格後は、あの、勉強を最後までやってよかったなっていうふうに本当に思えます。私も今、司法書事務所に勤務しながら、あの、やっぱり、 資格者として、あの、働く中で、あの、この試験に挑戦して、で、結果合格できて本当に良かったっていうふうに日々感じることが多いです。で、あの、正直勉強しているときは不安しかなくて、どんなにもしでいい点数取ったとしても本番できるかなっていう不安とか、あと、まあ、ちょっとできなかったらやっぱり落ち込むとかそういうことがあったんですけど、まあ、あの、あの、宇野先生を、 はじめとして、まあ先生方の指導に従って最後まで自分信じて勉強すれば合格できると思いますんで、あの最後まで諦めずに皆さん頑張っていただきたいです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。えー、ではあの渡辺さんはちょっと一年先輩なんで、はい、あのもうすでに登録されてらっしゃるもんね。はい、ですよね。あの今、えー、やってらっしゃるような仕事とか、これからまあ事務所出られて独立会議をするのかも含めて何かビジョンがあれば。 えー、あの後輩に向けてアドバイスをお願いします。はい、し困りました。えっ、ー、と、えー、皆さん、あの本日ありがとうございました。えー、受験生に対してのメッセージというところなんですけども、あ今現在、あの直前期に近づいている。直前期。もうすぐですね。え、というところなんですけども。まあ、あの中には、受験の勉強をすることが非常に、苦痛になっていらっしゃる方も。 いると思います。で趣味に時間が使えなかったりですね、休みを取る時間も、えー、と短くなってしまったりとかですねしていると思います。特に仕事しながら勉強をしている方については非常に辛い思いをされていらっしゃると思います。ただあの今あ経験していることっていうのはあの必ず実務の世界に出たときには役に立ちます。これはあの断言します。あの受験 のいわゆる本試験に間に合わせなきゃいけないというところは本当に時間がないんですけど、これ実務の世界でも共通をしています。お客さんからの要望に対してこの期間に間に合わせなきゃいけないという共通をしております。で、えー、ですのの、えーえー、実務の世界に、はい でもですね、あのその勉強をすることについてはあの欠かすこともできません。で、えっ、ー、と受験時代にですね、培われたその勉強に対する姿勢であるとか勉強の習慣っていうのは、えっ、ー、と司法書士になってからも必ず役に立ちますので、あのぜひですね、あの皆さんですね、あの。 何でしょう合格を目指して、ね、頑張っていってほしいと思います。で、私のビジョンとしては、えっ、ー、と、<laughs> まあ、あのー、今、処方修理事,事務所で勤務をしております。で、あの実はですね、あの今、レックさんで勉強をしております。<laughs> 今、あのー ぶっちゃけて言ってしまいましたが、えー、というところで皆さんと今同じ境遇でございます、えー、受験生というところではありますので、あのー、皆さんと一緒にですねまだあの違う試験ではあるんですけども合格を目指して頑張っていきたいと思っております一緒に頑張ってまいりましょうあれですかあの勤,務勤務経験がもう1年同じところに同じところです、えー、とそろそろ1年になるかなそろそろというところですね はい。なんかこう、あの、もう司法書士として、じゃい、一、一人で決済とか言ってらっしゃいますか。あ、一人でやってます。はい。なんか、最近、あの、気になる仕事とか受けたこととかありますか。そうですね。あの、年末年始をちょっと挟んで。 でですね、海外のお客様についての,その決済をお願いしますのが実はあってですね <laughs> あのこれがですねあの正式な依頼をいただいてから決済までの期間が1ヶ月もなかったような状態でこれちょっとあの海外に対する方の,その決済の手続きで非常に大変なんですね。通訳してもらったりとか法務局に 出す書類について翻訳をしてもらったりしなきゃいけないというところがあります。で、えっ、ー、とやっぱりその不動産会社の担当者の方もお客さんと約束している期日があるので、どうしてもそこを間に合わせてくださいっいうすごい要望が来たんですね。 ただあの、私も全力でやった結果、まあ、あの最初から全部あの私の方で担当したんですけど、なんとか間に合って、ですね登記申請まで、あのつい先日、それが完了して帰ってきたというのがありましたので、まあ、そんなことをいろいろちょっと今の事務所では私、やっております。 売り主さん外国人ですか？いや売り主さん買い主さん双方両方両方です両方です両方です。両方出ないの売り主外国人だけでも嫌ですけどあの買い主も買い主外国人だけでもあ売り主が外国人の方がもっと大変ですけど両方両方です。ああそれじゃ決済も外国語でやったんですか？えっとですね決済はですねあの事前にあのビデオあメンダメンを日本にいないいないですいないいないです。 いないので、あの郵送とかいろいろやって全部ビデオで通話をしたりとかその郵送の手続き全部やって決済をしたところがありましたね。<ー>はい。所有権移転ですよね。移転です。あ,あのあの抵当権とかの抹消とかはない。なかったです。なかったです。現金決済。現金です。現金。でも現金って言っても振り込みとか。はい、えっ、ー、と振り込みだったかなと思いますけね。<ー>はい。それは大変でしたね。はい、まあでも今ねあのね外国の方だとこっち来られないねことがねありますからね。はい。 それをじゃあもう1か月もなくあそれはすごいす、ね、あの同じ使用書士としてそれ相当大変だっただろうなと思います <laughs> で3人ともご存知だと思うんですが来年からの大きく不動産登記法が変わりますので、はいね、そうすると使用書士にとってはちょっと一つ大きなチャンスになってくる相続登記義務化の,、ね、あの法案あ相続登記義務化は来,来年ではなく再来年からなんですけどでももう来年からもう休眠担保権の抹消ですとか遺贈、えー、の登記が単独申請で なるとか、うん、あの遺産分割による登記公正登記も単独申請でできるなんていう不動産東京の改正があって、えー、で大きなやっぱりうねりが2年後ですか令和6年ですか相続登記の義務化が来たら相当あの、うんまあ、あの私たちにとって 背中を押してくれるような状況になってくるということで、えー、非常にあの実務会も少しずつ湧いてきているんですよね。ですからあのそういった意味では司法書士に少しずつあの光が当たって少しずつっていう言い方おかしいですが、今今まで以上にね光が当たってくるのもあの近いかなというちょっとそういう感触があるんですけれども、あのまあぜひね、えー、これからも司法書士として、えー、たくさんこう活躍していってほしいなと <laughs> ウンドクラスの出身者としてねあの過去にまあたくさんのそれこそ 司法書士が、あの、ええー、羽ばたいていっていますから、えー、ぜひ三人には本当活躍をしていただきたいと思います。で、今ちょうど、あの、一時間ほどお話を伺いまして、で。 今日ですねあのせ、3人の先生方にいらっしゃっていただくということで、えー、生で今新宿エルタワーで聞いてくださっている方のみで恐縮なんですがあの受験生の受講生の方がいらっしゃっていただいてますのでちょっと、えー、3人の先生方にですねあの直接聞きたいというようなこともですね多分あると思うんですね。で生であの聞いてくださっている方のみで今これ映像を通して各レックの本校で聞いてくださっている方大変申し訳ないんですが、えー、一旦ですねここであの3人の先生方のお話を、えー、あの終わらせていただいて。 この後ちょっと個別にご相談等いですねご質問あのしていただける時間を設けていきたいなと思います。非常にあの私自身はあの司法書士の資格これから先ほど言った改正のこともありましてすごくあの将来的にですねえあのこれからもどんどん伸びていくしまたいろんなあの方向で自分のやりたいことを実現していくことができると思ってますのでもしこれ聞いてくださっている方の中でまああの難しそうだなでちょっとこう二の足を踏んでしまっ 待っっっている方いららしゃったらねぜひあの、まあ、完全に仕事をしながら、えー、できるかどうかというのは人にもよるかとは思うんですけれども、まあ、3人とも始めた時はお仕事をしながらという共通点、えー、あってで実際3人とも1回で受かってるという、ね、その結,論結果も出していた、えー、くださってますから一、まあ、つ参考にして、えー、踏み出すす一歩の、ね、きっっかけけにななていいただければなと思います、えー、それではですねあの今日は、えー、渡辺さん八代さん小泉さん、えー、3人の一発報告書を迎えまして。 貴重なお話をいただきましたまずは3人にあのぜひ大きな拍手をですね、えー、いただければと思いますどうもありがとうございましたそれではあの一旦これでこの一発合格者の方たちに聞きました仕事をしながら使用書士の勉強でできますかのガイナスをですね以上にて終了させていただきたいと思いますそれでは皆さんご清聴どうもありがとうございました